ままもう少し歩こう肩を抱き消えゆく夢を数え枯れてく仲間を見た通い慣れた道に迷い込むこの頃闇がもう一人の自分を作る乾いた叫びがくじけそうな胸を突き刺す君を誘って世界を見たいな Come on with me 誰にも海賀、お前には分からないだろう。なぜブルーアイズドラゴンが攻撃しないのか。俺には見える。ブルーアイズドラゴンと重なるじいちゃんの心が、戦いの宿命とじいちゃんへの忠誠心が意識の中でぶつかり合い、自らを消滅させることで解決したんだ。そんなバカな、カードが意志を持つなんてありえない。そう思うなら思っていればいい。そう思うなら思っていればいい。クソ、ユキ。俺は必ずお前を負け犬としてひざまずかせてやる。ゲームしてんの？お前たちの力を見せる時が来た。武藤遊戯、奴を倒すのだ。ゲーム四天王、ついに動く。皆さん、楽しんでおられますかな。こんな素晴らしい天気に皆さんとティーパーティーが開けて、このシェルダンも喜ばしく思っております。どうぞゆっくり楽しんで行かれてください。さあ、ユオナ、ビスケットが焼けた頃だ。我が家の特製ビスケットを皆さんにご馳走しよう。ん？そうか、ユオナも嬉しいか。なんだ、ティーパーティーの最中に無礼な。うん、あれはヒューナ、カイバ様が私をお呼びのようだ。お、遊戯の勝ちだぜ。やー、信じらんねえな。やった、勝っちゃった。そう、負けちゃったの。やったね、遊戯。ゲームとなると冷てえやつ。え、だって僕このゲームで勝ったのは初めて。ミホだってカードゲームやったの初めてだったのに。ミホちゃん。こら、遊戯、美穂ちゃんを泣かせよって。男の風上にも置けんやつ。この美化院の本田博人様がその汚れた根性を清めてくれるわ。ごめんね。ちょっと本田君、遊戯は悪くないでしょ。これはゲームなんだから。そうそう、頭冷やせよ。掃除委員、美化院だ。え、美化院。そうそう、海にいて白くて足が10本で、こうやってくねくね。それじゃタコいいんだぜ。
違う、俺は美化委員だ。美化委員？そうそう、ビタミン C が豊富で丸くて甘くてちょっと酸っぱい美化委員なの。はあ、いつまでやってんだよ。お前がやらせるからだよ。俺は遊戯に。とにかく遊戯は悪くないよ。謝ることなんかないからね。本田くん、みほちゃん、やっぱ遊戯が悪い。ごめんね。謝るなんての。あ、でも1年 B 組の武藤遊戯くん、1年 B 組の武藤遊戯くん、至急保健室まで来てください。あ、僕？失礼します。あの武藤遊戯くんね。あ、はい。お入りなさい。あの、僕に何か？強いんでしょ、遊戯くん。え、あの、強いって、あのカードゲームよ。あ、ゲーム。噂を聞いたわよ、遊戯くん。いや、あの、そんな強いって。お手並み拝見させてもらうわね。あ、はい。まず、あなたからのターンで始めましょう。ライフポイントは2000点で、手持ちカードは5枚。わかってるわ。さあ、始めましょう。じゃあ、僕の攻撃、ロックガンを荒野フィールドに。ロックガンは岩でできてるから、荒野だと攻撃力が 50% アップ。つまらないカードで戦うのね。あ、最初はこんなもんじゃないですか。そう、じゃあ私も最初は同じ力のゴーストで攻撃力150。あ、相打ちね。私のターンね。いいカードが来たわ。キマイラを森のフィールドで攻撃。幻獣キマイラ、攻撃力800か。でも森のフィールドなら、キマイラは獣だから、さあ、遊戯くん、どう戦う？よし、僕も森フィールドに。ダークマンモス、攻撃力は600。森フィールドでは攻撃力 50% パワーアップ。僕の勝ちですよね。残念ね。読みが甘いわよ、遊戯くん。ギリシャ神話に語られる幻獣キマイラ、獅子の顔にヤギの体、尻尾は蛇。でもキマイラの恐ろしさはその容姿だけではないのよ。自らの炎で全てのものを焼き尽くす。木も草も焼き払い、森を荒野に変えてしまう。キマイラの攻撃力は荒野では 50% アップ。そんな、負けちゃった。さあ、次は君のターンよ。あ、はい。よし、このカードで攻撃。暗黒のドラゴン、危険なカードね。それじゃあ守備にさせてもらうわ。いかが、遊戯くん。ふざけないでくださいよ。あの、いくら僕でもこれなら勝てますよ。そうかしら。荒野フィールドにブラックスコーピオンで攻撃。これは僕の勝ちですよね。ブラックスコーピオンの猛毒攻撃はアフロディーテをひそかしです。いいえ、あなたの負けよ。アフロディーテは確かに美と愛の女神。でもどこで生まれたと思うの？
彼女は海で生まれたのよ。海で？そっか、津波カードとコムで。アフロディーテの勝ちよ。すごいよ先生、全然かなわないよ。あ、授業始まっちゃう。あ、それじゃこれで。待って。私が勝った報酬としてこのカードはいただくわ。そんな、そのネオンナイトは大事なカードなのに。授業に遅れるわよ、ユーギくん。ずるいよ。今度また勝負しましょう。その時私が負けたら返してあげる。本当ですよ、絶対返してね。あんなアマチュアと戦わせるため私をわざわざイギリスから呼び寄せたのですか、カイバ様。どういうことですかな。あの少年はゲームの駆け引きがまるで分かってない。あれが奴の本当の力じゃない。奴はもう一つの顔を持っているんだ。あ、フィオナ、お手柔らかに願います。武藤勇気、奴は無敵のゲームマスターとしての顔を持っている。とてもそうは見えませんでしたが。いずれわかる。その時こそこの海馬瀬戸が誇るゲーム四天王、その一人であるお前の力が必要となるのだ、リドリー・シェルダン伯爵。またゲーセンじゃないでしょうね。え、違うよ。遊戯はゲームになるとお金の使い方が半端じゃないってあんたのおじいちゃんがぼやいてたわよ。ゲーセンじゃないよ、じゃあね。怪しいな、もう。安心はバレバレだったな。でも今日入る KIS の新しいゲームは絶対やっとかなくちゃ。かな、まだ入ってないのかな。お客様、何かお探しですか。あ、新作のゲームを。あ、はい、あちらにございます。お客様が最初でございますよ、どうぞ。本当、僕が一番。こちらです。ラッキー。あ、ここは裏口。いいから来るんだ、ユギ。何すんだよ。ユーギくん、ゲームの続きをしましょう。ネオンナイトのカードを返してほしいんでしょう。その声は。ゲーム四天王の一人、リドリー・シェルダン伯爵さ。カイバくん、お前をひざまずかせてやる。人形の館でな。人形の館。闇のゲームとやらを見せてもらいましょうか。なんか不気味だな。この人形の館がお気に召しませんかな。いっぱいこっち見てて気持ち悪いよ。みんなお前が負けてひざまずくのを見たいのさ。早くカードを引け、ゲーム開始だ。君のこのカードを最初に使わせてもらうよ。僕のネオンナイト。では始めよう。ターンは伯爵から。デュエル。山フィールドで攻撃。いきなりそんな。ネオンナイトは攻撃力が強すぎる。さあ、本当の君の力を見せてもらおうか。無理だ、ネオンナイトには勝てないよ。仕方ない。それじゃあ僕は荒野フィールドにデビルドラゴン。
守備。そんな消極的なバトルをすると後悔するよ。は？なぜネオンナイトを山に置いたのか。それは山というフィールドが呼ぶ雷を味方にするためだ。後悔すると言ったでしょう。ここは人形の館。守備でライフポイントは変わらなくても、戦いは戦いだ。遊戯君、どうせ戦うなら向かってきたまえ。そうだな。守って怪我しちゃバカらしい。今度は俺のターンだ。現れたな。攻撃させてもらいますよ、シェルラン伯爵。違う、さっきとはまるで別人のようだ。デスウルフ、森のフィールドで攻撃。狼モンスターデスウルフ。プラスもう一枚、シャドウ。闇の剣でネオンナイトと戦うつもりかね。無謀だと思うよ、私は。どうかな。その強気がどこまで持つかな。では君に合わせて真っ向勝負。キングビートルだ。キングビートルの火炎攻撃はデスウルフとシャドウマンの攻撃力では到底太刀打ちできん。残念だったな。それは俺のセリフだぜ。読みが甘かったな、シェルラン伯爵。シャドウマン。これはシャドウマンの役割はバトルじゃない。闇の剣でフィールドを暗闇にすることだったんだ。しまった。キングビートルもネオンナイトも暗闇は苦手だ。だがデスウルフは闇に強い。そうだ、撃て火炎攻撃だ、キングビートル。無駄なこと。どうした、角を噛み切れ。油断したな、シェルラン伯爵。俺の勝ちだ。おのれ、大丈夫か、フィオナ。フィオナ、許さん。さあ、次はあなたのターンですよ。早くゲームを続けろ、シェルダン。はい。山フィールドにガーゴイル。トルネード攻撃を受けてみろ。行け、ナイトソンジャー。肉弾戦なら剣のあるナイトソルジャーが有利だ。剣が効かないのか。剣を持ったナイトソルジャーがガーゴイルに。どういうことだ。そういえばさっきのキングビートルもデスウルフの牙をしても角を一発で噛み切れなかった。おかしい、何かが違う。ガーゴイルに剣が効かないなんて、なぜだ。あなたのターンですよ、遊戯君。さあ見ておいで、フィモナ。彼がひざまずく姿を。君の悪いビスクドルだぜ。人形。そうか、そうだったのか。ここは人形の館。奴の操っているモンスターは全て人形。
人形フィールド。ハリアップ、遊戯くん。早く負けを認めろ。いくら考えても時間の無駄ですよ。人形フィールド。よし、攻撃。デスールに魔法カード。吠えろ、デスール。これは魔法カードの力でデスウルフの声を振動波に変える。鎧崩しか、孔雀な。全てを焼き尽くせ、サラマンドラ。無駄だ、人形モンスターでは振動波に勝てない。鎧崩してバラバラに崩せろ。貴様、炎ガードエル、サラマンドラ。俺の勝ちだ。もう、ゲームオーバー。残念だったな、チェルラン伯爵。出直しだな、フィオナ。なんてことだ、イギリス人なのに傘を忘れてしまったよ。情けない。遊戯、次こそは必ず。勝てないな。ミラクルヨーヨー、今最先端のストリートアイテムさ。でも最近それを武器にして襲ってくる不良グループがいるんだ。しかも城之内くんがその仲間に。どうしよう。そして野望の女教師、カプセルモンスターバトルも迫る。次回、炸裂ヨーヨー究極の秘技。僕、信じてる、城之内くんのこと。